はい、準備できましたね。準備できた。はい、こんにちは、そうちゃんねのそうパパです。そうちゃんです。はい、ライトトラップ透過採集ボリューム6 6、うん、6。はい、では、電源をつけていきたいと思います。はい、で、はい、ライトつきました。はい、スイッチオン。はい、このワット数はね、強いよ、100ワットを超えるよ。ほら、改造してしたんで。うわ、眩い眩い。これはちょっと上に向けてやろう。うん、やります。はい、次スイッチオン。これも強いよ、100ワットぐらい。うん、100ワットです。ちょっと安定しないんだわ。だいたい100ワット前後。よし、これはね、これは本当に強いからね。見た方がいいよ。うん、見た方がいい。はい、次こっち。やべ、ちょっと待って。はい、復活しました。よかったです。はい、今度はここオン。つくか。はい、ついた。最初なんかちょっとついて、いきなりバーッとついたね。さあ、始まりました。じゃあ透過採集ライトトラップパート6。パート6、始まる。何が来るかじっくり見ていきましょう。これすごいよ、なんかカメムシでしょうか。カメムシ、なんかすごいカメムシ。すごい。え、何これ、すごい色じゃない。なんじゃこれ、変わっとるね。カメムシも、うまい、そうちゃん、これなんか来た、なんか来た、なんか来た。これ怪しいんじゃない。ちょっと裏返して。何、ネブトってやつ。スジクワのメスです。ここは違う違う、いや違うよね、筋が入ってるからスジクワか。よっしゃ、初クワ飛来しました。ここで初だ。やっと来ましたよ。7時半、7時半にもうこのこいつが、こいつが来たね。よし、こういうちっちゃいやつだと思って。ふうちゃん、なんか綺麗な蝶々。え、なんだろうこれ。え、くるくるくる、逃げてった。これ何、黒アゲハかな。赤い斑点がある。綺麗だね。いやでも違う、黒アゲハじゃないな。すごい落とした、すごい落とした。来た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 。お、赤足でかい。しかもちょデラでかい、デラでかいんだけど、でかいでかい、赤足。いや、やばいやば。うわ、でかい。これいったんじゃない、5センチ。うん、はい、でか赤足来ました。はい、赤いよ、あっちが。はい、赤足ゲット、うん、ゲット。やば、測る測る、やばやば、来だした来だした来だしたよ。いや、初じゃん、この人で。そうだね、はいはい。昼間に撮ったデカアカシと一緒にちょっと分けとこうか。上に昼撮ったやつ入れといて、うん、どっか下に入れとこう。今日比べたら横に、こいつぐらいかな。一緒ぐらい。どう、こいつはでかいよ。でも、でもでかい、一番でかいかもしれん。よしよしよし、いい感じです。ん、ん、なにこれ、赤足のメスじゃない。来てるよ、そうじゃん。ここ、ほら、
あ、今ブーンって行った、またまたブーンって行った。そうちゃん、それ生きとるでしょ。うん、証イエーイ、証ゲット。よっしゃ、逃げないで逃げないで。よし、じゃあ、はい、よしよしよし、いい感じです。いい感じ。何、こっちが昼、うん、昼と夜でね。なんかいる。なになになに、めちゃくちゃでけえ、ミヤマン。でけえ、めちゃめちゃでかい、これマジで。めちゃめちゃでかいんだけど。すごいでかいそれ。そうちゃんの手で、はめちゃめちゃでかくない、これ。小指ぐらいだよ。ね。うわ、綺麗だね、金ピカ、ピカピカ。うん、ちょっと、うわ、でかいこれ。どうそうちゃん。いくらある？ん？45、あ、45ないね。ないか。40ぐらい。40ぐらい？ 40ミリぐらいだね、このぐらい。あ、ほんと。ちょうど。俺の小指が。何これ、なんか変な。オッケー。やばいこれ。化け物来た。やば。めちゃめちゃでかい。バケモン、バケモン。マジ？うん、マジでかい。恐竜級。ちょっとなんか分かるやつないかな。比べるものみたいな。木じゃん。え？この大きさ。この大きさだよ、だってめちゃめちゃでかいですよ。でかっ。何これ？うわ。今めっちゃドンって。ドンいった？決めよう、決めよう。決めよう。ちょっとちょっとここ置いて置いて置いて。決めようじゃん。やば。やばいやばいやばい。やばい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 。ヒメオ来ました。ヒメオと、やったー。ヒメオ食んの？来た、来たんだ。いや、めちゃめちゃ今日ついとるぜ。うん、はい、そうちゃん持って、はい、よっしゃ、ヒメオゲット。俺のライトどうする？あれはもう、あの引きガエルが、引きガエルだった。ちょっと入れようか。これもおるんですけど。もうすごい。え、すげえ。キメオ来た。うわ、何ミリ何ミリ。何ミリ何ミリ、ちょっと使ってみて。5ミリぐらいあるんじゃない？5ミリ？こんなちっちゃい。お、逃げてくぞ。逃げてく逃げてく。5センチぐらいあるんじゃない？はいはいはい。すげえ。ほら。時間と比べたら相当同じだよ。本当だ。でかいじゃん。めっちゃでかい、ヒメオ。ちょっと初めてなんだけど、パパ。ちょっと初めて、初ヒメオ。これだって初めてだよ。そうだよね。うん、やば、これ結構あるじゃん、5センチあるじゃん。うん、でかっ。5センチ、5ミリぐらいかな。やったー。やったよ、これ。大クワ。大クワだよ、大クワ。大クワ来たよ、大クワ。大クワだから、すごいとこいつ。やばい。だからなんかバンって引っ張んだよ。もうこれでいいんじゃないの？これでお腹いっぱいじゃない？ヒメオ、ヒメオさえ来ればね。うん、これでもう、もう満足だわ。すげー。なっちゃったよ、満足。うん、満足しちゃった。やばいね。落ちるよ。このでっかいミヤマト。すごいでかいこれ。ちょっと待って、これライトの問題だってこれ。大丈夫大丈夫。よし、じゃあ閉めとこっか。ミヤマカミキリか、こいつか。また今ボンって言わんかった。え、のせいか。あ、あいつ、あいつじゃね。あ、なんかミヤマとして、ミヤマカミキリかないか。ミヤマ来ました、ミヤマ。はい、守り神。石と比べたらこんなだよ。めちゃめちゃでかい。何センチあるかな。これと比べて20センチぐらいあるかな。うん、すげえ。うん、楽しいね。めっちゃ。はい、来ました。これ何？はい。これ何これ？何でしょう。コクワ？コクワか。
コクワかな。うん。コクワが来ましたね。コクワ見せて。コクワ。はい。コクワ。なんか。あ、セミ、セミ、セミ。なの？え、これなんだろう。グラシか。つくつくかな。これこれ。これ何？アヒル。ミンミン？何？アヒル。つくつく王子。あ、つくつく？うん。はい、つくつくゲット。おお。なんかこれ日暮れしちゃうなと思ったの。オスじゃん、しかも。よかったね。マジなんだ。これやばい。このオオクワガタやばいわ。マジなんだ。ちょっと菓子食べようかな、菓子。オスが多いね。1、2、3、4匹目だよ。もうこれで。あれこれミヤマじゃない？ほら、来た来た。飛んできましたよ、ミヤマメス。今飛んできた感じ。今来たね。全然気づかんかったの、そうちゃん前の。うん、はい、入れて。時間があった。だってドンって言わないもん。うん、ドンとかスン、スンとも。うんともスンとも言わん。うん、でもスンとも言わんから気づかへん。今んとこの感じやね。こんな感じだね。クワシ元気だね。さっき来たやつ。ヒメオクワガタも。出てっちゃうよ。あ、足、腹、赤足出てっちゃう。赤足出てっちゃう。赤足のヒメオクワガタ。それ飛んできたやつだよ。なかなかいいサイズ。うん、ミヤマじゃん。いった。いった。いった。足いってえなこいつ。ヘビトンボ。はい、終了。はい、今日の超過、あ、超過じゃない、中華、中華だの。で、クワガタは今日は珍しいね。ヒメオとアカシ。ヒメオとアカシです。はい、あとくちゃめちゃでけえな、こいつの。いや、うん。これがヒメオとアカ。いや、初です。初だよ。だから今季初だからね。このポイントで初じゃなくて、もう撮ったことないよ、ヒメオね。これは昼間に撮った発射たいやつね。あと、ちっちゃいやつ。ここはメスだ。あ、じゃあ、プジクワのメスだ。返すか。うん、返す返す。じゃあ返す。で、ミヤマのメス2匹か。では、今日はなんといっても、ヒメオがこれですね。一番珍しい。うん。これがね、予想してなかった。予想外の展開になった。うん。こいつ元気だね。しかも足もあるし。うん、しかも大きいから。いい方ですよ、これ。うん。俺の小指、人差し指ぐらいあった。うん。やったぜ。やったー。イエーイ。イエーイ。え、ねえ、ほんと珍しいよ。うん。ヤマツヤガタかヒメオか、どっち珍しいのって言って。本当だね。はい、じゃあそんな感じで、小さいのは全てリリースして、はい、珍しいやつだけ持ち帰りしたいと思います。うん、はい、ではこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。めちゃめちゃおるよ、あそこ。目が光ってないよ。あ？目が光ってない。あら、ね。
めっちゃおるよ。1,2,3,4,5,6,7,8 か。うわー、行っちゃう。え、しか